最高勝率は、プロ野球の個人タイトル。最優秀勝率投手、勝率第一位投手とも、シーズン13勝以上を挙げた投手のうち、勝率が最も高い投手に与えられる。一リーグ制時代、および二リーグ制への移行後1950年から1972年までの期間は、セントラルリーグ、パシフィックリーグともに、最優秀勝率投手という正式タイトルとして、 表彰を行っていた。1973年からワスリーグではタイトルとしての表彰対象からは外れたが、両リーグとも公式記録上の最高勝率投手は選出していた。2002年にパリーグが最高勝率投手を最優秀投手の名称で表彰。2013年にはベストナイン選出投手を最優秀投手としていた。 セリーグも表彰対象を最高勝率投手に改め、名称が成パともに勝率第一位投手賞に変更された。実質的には最優秀投手のタイトルが廃止され、最優秀勝率投手がタイトルとして復活した形になる。一リーグ制時代は年によって試合数や関東数などを選出基準に入れている場合があり、 厳密には最高勝率の投手が受賞していない都市がある。2リーグ制後の選出基準は、セリーグが規定投球回数に達した投手のうち、勝率が最も高い投手。パリーグが1985年まで瀬と同一、1986年以降はシーズン13勝以上を挙げた投手のうち、勝率が最も高い投手。 このためセリーグでは主に先発投手を務める投手が選出されたが、パリーグでは1985年に19勝3敗の石本孝明、1995年に15勝5敗の平井聖子、1999年に14勝1敗の篠原孝之等が9円勝利のみで選出された例がある。また、1998年の黒木智博は、 勝率トップ最低記録となっているが、この年13勝以上を挙げた投手が、黒木以外だと、武田和弘、西口文也しかおらず、当時のセリーグのルールであれば、石井隆がトップになっていた。逆に無敗でシーズンを終えた場合は1.000となり、そのまま不滅のリーグ記録になるとの特徴がある。なお、2018年末時点で1.000を、 記録しているのは、影浦進む、味噌の高尾、マシバシベルユー、田中正宏の4名で、セリーグでは、例がない。2013年に、勝率第一位投手賞となってからは、セパ両、リーグとも、シーズン13勝以上を挙げた投手のうち、勝率が、最も高い投手の条件に統一している。ただし、2020年に限り120試合制である、ことから、 シーズン10勝以上を挙げた投手のうち勝率が最も高い投手の条件に変更された。規定投球回数はセパ領、リーグとも条件に入っていない。規定投球回を先行条件として掲載いずれも理由は不明ながら勝利数の制限があったものと思われる。判例、ありがとうございます。